もうこの曲すごくいい曲なので、ぜひぜひたくさんの方に聴いてほしい曲です。めっちゃ嬉しいね、本当に、ね、本当に。なんかまたこの日が落ちてさ、はい、街灯の感じがいいね。めっちゃいいよね。ね、合うよね。合う。ちょっとじゃあ一緒に歌っていただけ、はい、いただきようかな。いただこうかな。噛んでるね。もちろんです。貴重の花束という曲です。聴いてください。夢からまた目覚める朝、隣にいつもと変わらない色を頬をつついてみたら、幸せの魔法をかかっちゃったみたい。ありと揺れてる気候の花びら、頬を歪ませる君の笑顔を守りたい。僕はそう決めた。ささやかな記念日を、今年もまた二人で祝おう。ちょっぴりだけおしゃれしてさ、おいしいものでも食べに行こうよ。サブスクにもありますんで聞いていただけたら嬉しいです。そしてね、なんとちょっとこちらのお知らせで申し訳ないんですけど、来年の10月19日だいぶ先ですが、ゼップダイバーシティ東京というところでね、ワンマンライブが決まっておりまして、あ、掲げてくださってますね。ありがとうございます。いや、すごいよ、ほんとにすごいね。皆さんも、はい、この間、ね、ライブでね告知して、そのライブではさくらは号泣しておりましたがマジで号泣なんか本編中私がまあ泣いて、何あの映像、あのね、あれよね、アンコールも終わって戻った時、その控室に戻った時、めっちゃ急いで号泣してて、そんなみたいな、もうやられます、ね、あの空気にやられて、本当に、ね、感動しまくってます。いや、嬉しいよね。そう、そのね、ライブツアー、多分さくちゃんまたねコーラスでご一緒してくれると思いたいので、ぜひとも、ね、皆さん会いに来ていただけたらと思います。